九州は一つ。ちゃんぽん発祥の店四海楼のオーナー陳正嗣は長崎の食と華僑文化を守り続ける。東陣屋敷は江戸時代に華僑の人々がここで暮らしたことの証だ。この地に住まいする華僑としてですね、この町おこしの手伝いになればということで書かせていただいたというのがこの字になります。匠の蔵。ちゃんぽんの麺は乾水ではなく陶枠と呼ばれるつなぎを使って粉をこねる。もちもちした食感の中に表面上はプリッとした感じが出るので陶枠にうちはこだわってます。麺作りは毎朝5時から。生麺は日持ちしないためその日の朝に出来上がった麺を昼の営業時間に客に提供する。出来上がったばかりの麺をいただいた。かすかな苦みというか煙っぽい感じが、ね、陶枠の効果で。ちゃんぽん発祥の店四海楼の厨房を覗いてみた。スープは鶏ガラと豚骨を混ぜたもの。そこに麺を入れて煮込む。具と麺を先に丼に開け鍋に残したスープに薄口と濃い口醤油を加え味を整える。これが世紀をまたいで受け継がれた元祖ちゃんぽん。スープと絡まって美味しい。ちょっとこう甘い感じがするのは何か秘密があるんですか？はい、食材の甘みがちゃんぽんを炊くときに全部出てくるんですね。ちゃんぽん炊くっていう言い方するんですか？はい、そうですね、僕らは炊くって言いますね。はい、なんかやっぱなんか素材の奥から何か味が出る感じがしました。今炊くっていう言葉、炊くっていう言い方は、もしかしたらその長崎の表現なのかもしれないし、中国でも僕らはもうやっぱり炊くっていう言い方をしますね。そうですか、はい。